石牟田康さんの三つ勘種馬事件第4弾、結局東京地裁でですね、これまた負けちゃうんだよね、はい、これがまた何で負けたかが分かんない、これ、はい、もう日本の裁判がいかにね、はい、そうですね、いい加減か、はい、中野大輔さんっていうね、はい、その三つ勘にね、はい、向こう入りしたね、はい、青年がね、はい、子供が生まれたらですね、はい、なんだかんだ理由つけて追い出されたわけですね、はい、で種馬にされたんで、はい、種馬事件と、まあ、言ってるんですけど、はい、これなんかもうほとんどのところは取り上げないんでね、うん、文春がちょっと一回取り上げたかな、はい、だってね、中野大輔さんっていうのはね、慶応高校でラグビー部で国体3位になったスポーツマン、はい、慶応大学商学部卒業後、金融業界を歩んで大手証券会社に就職後、2008年に転職し香港に移住、スイスの大手銀行でバンカーとしてのキャリアを重ねていたと、うん、これがですね、うん、三つ勘創業家出身のオーナー経営者で中野和秀さんの次女聖子さん、うん、これとですね、結婚してですね、幸せな家庭を作って子供が生まれた、うん、そしたらですね、生後4日目の子供を義父母の養子に差し出すように中野家の、うん、はい、強要されて、うん、別居命令、離婚の強要、親子引き離し、自主誘拐ですよ、はい、それで日本に配転させてですね、うん、ロンドンにいたのに、はい、で大阪の配送センターへの出向命令、うん、仕事もないんだよ、はい、こんなひどい目にね、うん、合わされてこのことを訴えた裁判で、うん、負けるっていうのが信じがたいんだよ、これ、うん、三つ勘についてる弁護士たちに、はい、なんていうのかな、この正常なね、はい、その神経があんのかと俺も疑う ね、うん、そうですね、それはお金になるかもしれないよ、はいはい、あとやっぱ実施誘拐がっていう、基本的に女性側で子供を抑えた方が勝つっていう流れ自体は変わらないんですかね、今のところね、それプラスやっぱりなんか強い弁護士団がついてるのかっていうところですかね。いや、こっちもね、その河合さんっていうね、はい、あのいい弁護士がついてるんですよ、はい、ちょっと難しいですね、あの日本の裁判って本当わからないですね。生後4日目に片道切符でお前は配送センターに飛ばすとそのオーナーに怒鳴られてですね、はい、で実際、片道切符で大阪の配送センターに飛ばされた、うん、それでもう何の仕事もなくですね、はい、こういう目にあって裁判に勝てないってのは分かんないよな、うん、これな。中野さんはまあ偉いからね、中野家と対三つ勘の控訴審を高裁で戦いますとこう言ってるんですけどね、はい、でも高裁はで覆ることは 15% ぐらいしかないわけですよ、はい、日本で9年戦ってもう負けたってもうがっくり来てるわけですね、うん、しかも高裁で判決が覆る可能性は 15% しかありませんと、うん、三つ勘と創業家により不法行為を裏付ける決定的証拠を提出しましたが、この国では我が子に会えませんでした。他方子供の権利を尊重する英国で裁判を起こせば逆転勝訴する可能性があるから、もうロンドンでやると、うん、いうことをまあ言ってるんですけど、はい、これはだけどまたお金がすごくかかるわけですよ。かかりますね、うんうん、彼はだからこれが裁判があるとですね、そのまともな仕事につけないわけですよ、はい、そうですね、いつ裁判があるか分かんないからね、うん、はい、彼は能力があるから、うん、その転職はできるだろうけど裁判に決着がつければ転職できるんですよ、はいはい、だけど裁判が続いてる限りはですね、なかなかまともなその企業に勤めたりですね、はい、しにくいんですよ、うん、これは本当に何ていうかな、こういうのをもっとその新聞とかですね、それこそテレビとかもですね、はい、うん、どんどん取り上げてほしいと思うんですよ、はい、これその三つ勘数不買運動やってほしいんですよね。そうですね、三つ勘もひどすぎるよこれ、はい、はっきり言ってこれなんかシナリオネットフリックスとかに売り込んだらいいんじゃないですかね奇妙な日本の裁判、まあ日本の恥ですけど、本当に、うん、これはね、だけどもこの実施誘拐はね、やっぱりその、はい、単独親権の問題は本当にもっと真剣に考えると、ね、そうですね、なので、はい、そう思います。例の将棋のね、棋士の人もね、はい、結局子供を生まれて、まあ、精神的になんていうか動揺して、はい、将棋の世界から、まあ、を辞めて、はい、でね、事件まで起こしましたからね、はい、逮捕されちゃったからね、はい、気の毒だよね、優秀な棋士だったのに、うん、あとはですね、まあ、また川勝平太の難癖は全部デタラメ
はい、命の水がですね、小林和也さんのですね、はい、あれよって否定されたんですね。本でね、はい、うん、本で否定されたんですね、はい、うちのね、はい、知事失格ってことで、ね、これぜひ読んでほしいんですけど、はい、そしたら今度はあれですよ、うん、土、土、土石流が出るぐらいに言ってるでしょ。土を、その残土を置く場所がですね、はい、その危険だと、うん、深層崩壊の恐れがあると、はい、これでですね、不適切だと言い出してですね、うん、もう何が何でもそのやらせないっていう、はい、そうですね、これやっぱ国がですね、はい、もっと主導権取ってですね、そうですね、あの知事に命令するぐらいのですね、うん、ことやらないとね、これできないですよ、これ、はい、強制執行とかできないんですかね、強制執行ってもあれですけどね、このそうだよ、ね、イライラしますね、はい、でリコールもね、はい、1票差で否決されちゃったからね、うん、あと意外に面白かったのは、前の海さんの対談で日本ペイントの社長のインタビューしてんだけど、ふとある時思ったんですけど、ペンキってさ、はい、あらゆるところに使われてるでしょ。そうですね、だってペンキ使わないもんないでしょ、ほとんど、うん、この、 あの対談にも書いてましたね、うん、なんかないでしょ、はい、全然なのに、はい、あんまり知らないでしょ。そうですね、日本塗料っていう会社についても知らないし、はい、俺とふとある時そう思ったんですよ、はい、全然ペンキってあらゆるところに使われてる、塗料って使われてるのに何にも知らないなと。出雲、空母出雲とかできた時に、はいはいはい、あれ F35 を乗せたらいけるんじゃないって言った時に、うん、熱でダメになるって言われた話があった時に、造船の関係の知り合いいるんですけど、うん、あれ塗料塗ったらできるんだよ。だからあれもう出雲は空母にするつもりで、うん、あれ作ってるんだよ。あ、なるほど。で、後から塗料塗ればいいんだと。そんな塗料あるのっていう話を聞いたことがあるんですけど、うん、塗料すごいっすね。塗料すごいんだよこの、はい、アクアテラスという塗料はですね、はい、マグロの皮膚をヒントに水の流動抵抗を低減させる技術で燃費を良くする船に塗るんだよ、はい、機能があり、はい、一般的に用いられる塗料に含まれる防汚剤を完全フリーにした塗料です。これらの塗料を塗ることで燃費消費量を最大 10% 削減できた、はい、すごいでしょこれ。そうですね、うん、とかね、はい、その屋根に塗ると温度が上がらないようにできる塗料もあるから、はい、そうですよね、うん、だから外でこの屋根でしたら環境や構造によりますが、塗ったのと塗らないのと比較すると15度から20度 C、 その屋根はね、そうですね、はい、違うと。その下にある部屋でも 2,3 度の差が出ます。遮熱するということですね。そう、感度は大きいよね。これはね、やっぱり、うん、塗料は純ライフラインですっていうのも分かりますね、うんうん、はい、塗料についてもっとね、うん、知ってほしいなっていうか、これ面白いんだよ、はい、この、そうですね、塗料の話が。しかも進化してますからね、うん、どんどん進化してるんだよ、はい。